さあ、えそんな2対8のコーナーなんですが、今週はお花見を毎年する、しないで2対8です。はい。予想が2割がしない。8割がする。もう何が何でもやると。何が何でもやる。どっちかというと、まあ、赤井さんは何が何でも。何が何でもやる。お花見やる。やっぱりこう、春はこれは欠かせない。はい。うん。で、僕がやらない。やらない。誘われても困る。そうそうそう。うん。そういうことでしたね。行きたくない。きっぱり分かれましたね、ここね。はい。さあ、ということでどうなんでしょうか。はい。 えーまあ、桜のシーズンね、うん、まあ桜はみんな見ると思いますけど、うん、まあ通勤・通学途中に見るとか、うん、咲いてたら足を止めるみたいな、<ー>その程度では今回は、うんえー、しない派です。なるほどちゃんとレジャーシートを引いてですね、うんえー、お酒飲んだりとか、うん、なんかお弁当食べたりとか、うん、団子とかでもいいですか ででもいいすとにかくシートを引いてくださいとどまってくださいそこにそこにとどまる一1時間ぐらいそれをお花見としましょうちなみにねもう東京でも開花宣言が出ました二21日情報によると4月の頭ぐらいがそうですね確か満開でしたよねはいということで今週は今回どういう結果になるのか早速メールを紹介していきましょうさてこちらイエスの方です埼玉県白岡市のラジオネーム鍋には日本酒さん33歳女性の方から頂ただ ありがとうございますお花見もちろん毎年します大好きですシーズン中何度もしますなんなら毎日でもしたいくらいです好きねと言いますのも自宅からほど近い川沿いが桜並木になっており川まであるおよそ10段ほどの階段が一人花見には絶好のポイントなのですあ一人で土手のとこにちょうど階段があってうん左右上下全て桜絶景ですというわいいですねいい場所お一人で行ってるのうん スマホとデジカメ、缶ビールと乾き物のつまみをポケットに忍ばせ、うん、一人花見。うん、足を伸ばし、階段に肘をつき、ひらひらと舞う桜の花びらを眺めながら、うん、仕事、家族、将来、恋愛、いろんなことを思うのです。これが私の大事な年間行事なのです。なるほどもちろん家族や友人ともお花見しますよ。よかった週末に近所の公園行き、ブルーシートに毛布を敷き、うん、食べて飲んで桜の木の元酒盛りをします。ここまで来るともうお花見を言い訳に、ただ昼間から酒が飲みたいだけじゃないかと突っ込まれそう。 そうですがいいじゃないか好きなんだもの知らんけど今月は仕事が水曜休みなのでもしからしたら私は今頃一人花見中かなということで来週ぐらいがそうなるかもしれませんねいやまさに私も一人でも行きますよ一人でうんえいやいやいやえだからその辺がほらねほら信じられないというか一人でお酒飲んで何が楽しいんですかちょっと花見て花見ながらこう あのー、ぶっちゃけ花を見てる自分を見てる。 どういうことですか、自分に酔ってるというか、この都会の喧騒を忘れてただでさえ天気がいいから、やっぱり、雨の日とか行かないです、さすがに。雨の日、桜の下で飲み食いしてるわけじゃないですよ、ものすごい天気がいい、真っ青に晴れたとこに、バーこう白っぽい桜が咲いてると、ものすごいなんかこう、テンションが上がって、そこで飲み食いしてたら楽しいなっていう、それをなぜ、なぜ人でっていう疑問が。 一人の時はもう一人でも一、うん、人で、うんな、本当、さっきの方のメールにもありましたけど、ぼーっと考えてるんですか、いろんなことそうそう、日向ぼっこをしつつみたいな僕はちょっとそれをね、はい、やれないというかや、何回か試したことあるんですよ、<laughs> 例えばベランダから月見ながらって、はい、月見でとか言うけど、はいはい、本当もう30秒ぐらいで。 テレビ見たくなるというか、あれ何してんだろうと思って。ま、現実的ですね。そうそうそう。現代っ子なのかな。はい。さあ、こちら行きますね。長崎県。長崎県の方。はい。えラジオネーム、元祖はベタナマさん。はい。元祖長浜のことかな。うん。ことですね。そうです32歳、男性の方です。うん。え私はやっていません。うん。私の半径5メートル以内の調査ですが、はい。九州の男で、うん。好んで花見をするものなんぞは、それこそ2割程度だと思います。え、そうなの 九州男児って花見好きじゃないの、はい、うん寒いし、人が多いのは嫌だし、<laughs> 片付けが面倒だし、かといって全くやったことがないわけではなくて、あくまでも女性ありきのイベントであるといった印象です。 男だけで花見をする人たちっているのでしょうか、<あ>いるよね、東京だといるよねそうでもこの方、長崎の方なんでね、うん、いや、本当に、うん、ああ僕もそう思いますねじゃあ、博多どんたくとかがあるから、そ,うん、そういうとこで飲めばいいと思ってるんですか、まあ、お祭りがあるからかな、しっかりした。まあでもね、東京にもあるでしょ、お祭りは。うん、福岡もそんな年間300個ぐらいお祭りないですから。でもそのね 福岡の場合あのお祭りにかけてるじゃないです何だろうあの多分僕調べですけど、はい、やっぱ花見って口実じゃないですか結局、うん、お昼からお酒飲めるみたいな、うんうん、口実で花見行きますけど、うん、九州の人間って口実なしで飲んでるんですよ、うんうん <laughs> なるほどもう特別感がない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 とだって仕事早く終わったからそは飲むさとか仕事中でもいい一杯ぐらい顔に出ないとかそんな感覚で酒飲んでますからそうかじゃあ別に特別開放感はないんでないからわざわざ花見で飲むまあ別に誘われたら行くけど女の子おるんやろああ行く行くとかそのぐらいじゃないのそうかそういうこともあるかもですねお酒好きなね県民性というか 日常にお酒がもうありすぎて、だから誕生会とかもそんなはしゃがないですよ、誕生会も結局、口実でしょ、<ー>みんなで集まって飲む、集まってるもん、昨日もおと日いも、<ー>そして明日も,明後日もあさっても、それはもう、うん、なんで、宴会が潤沢にあるという土地柄かもしれないんすね、すべての仕事にわれわれ、打ち上げがついてきましたからね、福岡で芸人やってる頃は。コミュニケーションがやっぱ濃いのかな。 でも梅雨も戻すぐらいですけどもう結局人見知りが多いんじゃないの酒飲まないし喋れないっていう人が多いんですよお酒飲まないとちゃんと腹割って話せないっていうね小心<ー>者の集まりですよ<ー>九州になってくる<ー>ところはそうですかなるほどね、えー、こちら兵庫県は宝塚市の綾子さんは女性の方ですはいありがとうございます 必ず毎年します。うん、私には中学以来もう30年にもなる女友達がいるのですが、うん、20代ぐらいからほぼ毎年二人で花見をするのが恒例です。うん、最近では桜もあと何回見れるかなと言いながら、うん、大阪の万博記念公園に出かけています。 ああ大阪の万博記念公園もね、桜多いですからね。二人,人とも酒飲みなので、必ずワイン一本は持参します。うん、数年前、買ったワインがコルクの線で、女二人ではなかなか抜けず、うん、引っ張り、決まり、声を上げして数十分。うん、友達がようやく、ポンという音とともに開けました。うん、すると、周りの人から湧き上がる拍手。<う>ありがとうございます <laughs> と答える私たち。うん、一瞬のスター気分を味わえました。んそんなことがあったその年の花見ですが、二人とも飲みすぎて レジャーシーシトの上で熟睡寒さに目が覚めると、いつの間にか辺りは夕方になっていて、<ー>さっき拍手してくれた人々はすっかり入れ替わっていました。ほう 女45歳独身、うん、一体何をやっているんでしょう <laughs> 一人花見は私もやりますよ、うん、散歩がてら川沿いの道を歩いて桜の近くのベンチに座って一人ランチを食べながら花を眺めるなんてしょっちゅうですとランチはね,だねなんとなくわかりますけどそうですか女の子二人で行くっていうのはやっぱ出会いもちょっと期待してるのかな、うん、いやしてないしてないしてない、うん、ナンパされ待ちみたいな そんななのではいそれはそれで別の時にやればいいかと思ってるから、むしろ本気で飲もうと思ってる場合が多いでしょ。じゃあ、花見の女性客、ね女の子だけだから、ちょっと声かけに行こうとかいう、ほら、会社のさ、新入社員がちょっとお前、声かけてこいとか言って、なんかそういう勝手なイメージありますけど、結構迷惑なことなのかないやいやいや、イケメンとかね、いい人だったらそこは臨機応変、対応します。なるほど さあこちらいきましょう。北海道の方、札幌市です。はい。えー、ラジオネーム、森住大樹さん。女性の方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しません。 <laughs> えー、毎年派遣先の会社の方々から花見に誘われます、はい、女性は全員参加費がただ、うん、にもかかわらず参加する気が全く起きません、うん、だって、うん、寒いんだもんそっか、まあ、北海道ままだまだ寒いですか北海道の4月なんてまだ春じゃないですよねその前に桜なんか一切咲いてないは なぜ枯れ木を見ながらジンクス感をしようとするのか。ゃそうだよ。全くジンクス感。こ <laughs> の時期にやんなくていいじゃん。咲いてからでいいじゃん。で、5月の咲いてる時は咲いてる時で人混みがすごいんですって。はい、ゴールデンウィークだから。うん。あしかもね、札幌ってほら。 北海道はもう一瞬ですからす、ね、春なんてね、うんえー、桜のスポットへわざわざ出向かなくとも近所の方々が庭に素晴らしい桜を植えているので、うん、私は毎年そのご近所方々の桜を眺めたり写真を撮らせていただいております、うん、それで十分ですそっかでも確かに北海道の酪農家の方とかおっしゃいますね5月ぐらいになると咲くんだけど、うんうん、その頃はもう種 植えとか、種付けとか、そういうので忙しい時期だから、うんうん、とてもないけど、見てる暇がないんだよっておっしゃる方もいます、ねうんうん、地域性ね、地域さんありますよね、こちら、鹿児島県です、南九州市は女性、春さんの方、はい、ありがとうございます。 3月末から4月の頭は、うん、我々会社勤めの者にとって、うん、退職や転勤、うん、移動の季節、うん、南国鹿児島ではちょうどこのタイミングで桜が咲くので、うん、我が社では伝統的に歓送迎会を花見と合わせて行う習慣があります、うんうん、今年ももちろんその予定で、うん、例年通り3月31日の夜市内の花見スポットで送別会を計画しているところです、うん しかし今年はなぜか鹿児島は桜が咲くのが遅いのです、うん、先日の福岡に続き昨日熊本の長崎でもソメイヨシノの開花宣言が出たものの、はい、鹿児島はまだ発表はなし、うん、あ鹿児島の方が遅いんですねそうなんですよ 気象庁の予報によると、今年九州では桜前線が南下するとのことで、うん、鹿児島は最後になるとのことでした。うん、なので、会を延期するかといえば延期もせず、送別会はただの野外飲み会になりそうです。うん、花より団子とよく言いますが、桜があろうがなかろうが、花見って結局ただ理由をつけて飲みたいだけな気がしますという。うん 桜ってあれらしいですよ、暖冬だかららしいですよ、ある程度寒くないと、桜ってパッと咲かないんですって、で今年は鹿児島がずっと暖ったかかったから、寒暖の差がないと咲かないから、なるほどね鹿児島、今年は遅いそうですかでもね、私も自分の生い立ちがやっぱりちょっと関係してるかなと思ったのは、高知に住んでたじゃないですか、高知って桜咲くのすごく早くて。で 結構ね、私が転勤族で転々と住んでたところが、常に桜が多いところで、高知とかも高知城とか、お城があるとか、大体桜ありますお城でお花見するということで、提灯も飾られて、お祭りみたいなのをちっちゃい時から味わってたし、兵庫県の西宮に次、引っ越したんですけど、西宮もね、市の木が桜っていうだけあって。 あちこち桜です。もう桜中に。っていうことで、もう、しょっちゅう、平日でも、近所のおばちゃんたちと、あの、お花見やったりとか、夜は父親がこういうなんか、歓送迎会でとか、あったからですかね。やっぱね、昔からやってる人は。るさあ、こちら行きましょう。佐賀県佐賀市の方、ラジオネーム、レボフロキサシンさん、45歳、男性の方、どうぞ伝えありがとうございます。ありがとうございます。花見行きません。うん。 うちの妻は野外で飲食するのが好きで、結婚当初は花火の時期になると七輪を持って花火に行き、うん、焼き鳥などを焼いて食べてました。えー、これ大丈夫なの一人持って,て、えー。しかし私は外で食事をするのが大嫌い。うん、落ち着いて食べられないし、風が強ければ寒いし、うん、天気が良すぎたら暑いし、うん、そもそもなぜわざわざ焼き加減も調節できない環境で肉を焼くのだと疑問に感じるのです。<laughs> 冷静に言われるとね、えー、そうですね。 落ち着いて快適な環境で最適に調理されたものを食べたいのですという私の考えがバレた今では妻から花見に誘われることもなくなりましたへえぜひね週末はチーザで2人仲良くしていただければ幸いでございますけども環境のいいところでねお部屋の中でねいやでも僕もこの方と同じ意見ですね外でご飯嫌いですか先生 好きですし、うん、外でご飯もいいんですけど、僕、花火、まあ、バーベキューはまだいいけどね、花火の何が嫌いってね、うん、紙コップが嫌いなんですよ。お酒。うん,う,んうん。うん、プラスチックもあるじゃないですか。うん、でもなんか、もう、ふにゃーってなるでしょじゃあ、お前、グラス持っていけよって話なんですけど、うん、あれでなんか、お酒飲んでると、なんかね、うんうんうん なんかもう飽きちゃうんですよね。真の酒飲みの意見だな。<laughs> ちょっともう場所変えないみたいな。<laughs> うん、なっちゃうのよね。そうですか、うん。まあまあ、楽しいよ。あれ、樽、うん、酒で、うん、マスで飲めばいいじゃないですか、<laughs> かそんな豪快な、<laughs> ハリマナダみたいな人いるんですか、今。花見会場に。そういうの、とかで<え>。<laughs> いやー、お花見ね。<laughs> あとやっぱなんか仕切りがないっていうのもちょっとあれかな。 隣の人がさ自分たちグループだけやったらいいけど横にねいろんなグループがいてやっぱお酒入るとさやっぱいろんなことが起きるじゃない近いとこありますもんねそうそうそうでかやっぱね絡まれる確率も高いですしああなるほどだからあんまり近づきたくないのかなそうですねそうか一回なんかね一回言わないこれはえっ何何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 何 すんごい昔の話よ。あのヤンキーみたいな人たちに絡まれて、大喧嘩になって、ええ。みんな病欲にされたっていう。されたのしばらく、名古屋吉本の営業が止まったっていう。うん。なんかそんな武勇伝をちょっと小耳に挟んだことがあって。そうんですか。とか、そういう飲みの席のね、そういうのはいかんですよね。私が好なのが、売れてる人はその場にいないんですって。売れてない人だけいたんですって。 売れてる人は不思議といなかったんです。なんと。やっぱり売,、うん、売れる、芸人と売れない芸人は違うないって。もう全員病院送りにされたっつってこの差って何ですかさあ、そんなお花見事情ですけども、それでは玉松市のリスナーさんは一体どうだったんでしょうかアンケート結果発表しましょう。はい、お花見を毎年している、していないはしている 4.4してない5.6あれ知らんけどあれだいぶまあ半々ちゃ半々ですけどえーそうですかラジオリスナーはこういうのが苦手なのかななんて話も飛び込んできましたけども苦手だよねそうですかだからみんなで行かなくて一人でご飯食べたらいいじゃないですかいや一人で行くとね結局スマホ見ますって花見てスマホ見て花見てスマホ見てスマホ見てですよ 課金してスマホ見て、課金してですよそっか、あんまりかな、まあでもね、ご飯食べながら上見てね、食べるときは気をつけた方がいい、なぜ、焼きいか食べてて、喉に詰まって、本当に死にそうになったことが、一回あります焼きいかって、縁日なんかでよく売ってるような、串の、あれをもぐもぐ食べながら、上見たりしてて、それが詰まって、それは子子供の頃かな。違いいます年らんと ちゃんとして、赤井さん。極上の女目指して。<laughs> そういうとこ、<laughs> おじさんの要素。みたいなて飲み物飲み物みたいになりましたや焼きイカで死にそうになるんじゃないですよ、<laughs> <laughs> はい、<laughs> はい、ということでね、はい、たくさんのアンケートご協力ありがとうございました。はい